学徒として存在し、息をするだけで金を生む究極の形。もちろんそれは簡単なことではない。些細なことの積み重ねと日々怠らない努力で、積み立て貯金のように少しずつ重なってゆく。もちろん辛い時も苦しい時もある。だが自分に対して嘘はつかない。学徒であり続けるのは楽じゃない。例えばファンの子がやりたくてもできないことがあったとする。そんな彼らに対し、世の中のほとんどの人がそんなの無理だと思うことを、僕学徒がやってみせることで、やればできる、ほら僕はできてるだろ、というメッセージを発することができる。そこから大切な何かを感じ取ってくれるファンは離れない。僕が一度決めたことを絶対に怠らず、諦めず実現してみせ続けるのは、そんなファンのためだ。大げさかもしれないが、僕学徒を信じてくれているファンのメンター、心の指導者、助言者であり続けること、学徒のそんなメッセージをしっかり受け取ってくれている本当のファンのためにも、どんなに辛いことや無理なことでも必ずやり通す。